世田谷インフォメーション今回は一つ目定期的にがん検診を受けましょう二つ目三浦太陽光発電所の収益を活用した 省エネポイントアクションの参加者を募集します。三つ目、天体望遠鏡を作って夏の夜空を観察しよう。四つ目、第64回世田谷区夏季農産物品評会を開催します。です。現代はおよそ二人に一人が癌になる時代と言われています。 定期的に、ん検診を受け、早期発見、治療に努めましょう。世田谷区が行っている、ん検診の種類は、肺癌、大腸癌、胃癌、 子宮がん乳がん前立腺眼、口腔がん検診です。各検診の申し込み方法について、詳しくは、区のお知らせ、世田谷、6月1日号、または、区の ホームページをご覧ください。お問い合わせは、世田谷保健所健康推進課。電話54322447番。または、ファクシミリ5432 3022番までどうぞ。家庭や事業所での省エネルギーの取り組みを支援し、区内のエネルギー消費量を削減する省エネポイントアクションの 参加者を募集します。家庭で電気、ガスの使用量削減に取り組んだり、事業所で電気の使用量削減に取り組むと、取り組み内容や省エネの成果に応じて、 区内共通商品券と交換できる省エネポイントがもらえます。参加登録申請の締め切り日は10月31日火曜日です。詳しくは環境計画課 ちづくりセンター図書館などに置いてあるリーフレットをご覧いただくか、区のホームページをご覧ください。お問い合わせは、環境計画課電話54322214番 またはファクシミリ。五四三二。三零六二番までどうぞ。天体望遠鏡を作って。夏の夜空を観察してみませんか。 開催日は7月16日日曜日。当日は午前10時30分から午後0時30分に小学1年から2年生対象のクラス。午後2時30分から4時30分に小学3年から 六年生対象のクラスを開催します。会場は、青少年交流センター、池上青少年会館です。対象は、区内在住、在学の小学生で、一年から二年生は、 保護者の同伴が必要です。講師は東京大学特任准教授、高梨直弘さん。参加費は教材費として3200円です。参加ご希望の方は6月20日 火曜日必着で、はがきまたはファクシミリにて、青少年交流センター、池の上青少年会館までお申し込みください。応募多数の場合は抽選になります。詳しくは、 青少年交流センター池上青少年会館電話3413-9504番またはファクシミリ3419-0889番までお問い合わせください 第64回、世田谷区夏季農産物品評会を開催します。開催日は、6月10日土曜日、11日日曜日、15日木曜日、17日土曜日。会場は、 JRA 馬事公園前欅広場 JA 東京中央千とせ店 JA 世田谷目黒本店前などです当日は園芸即売一品評会 農産物、即売地などを行います。詳しくは、区のお知らせ、世田谷、6月1日号をご覧ください。ご興味のある方は、当日、直接会場へお越しください。詳しくは、 電話5432-3333番ファクシミリ5432-3100番世田谷コールまでお問い合わせください Boom boom